皆さん、こんにちは、こんばんは。レイクドリームです。はい、今回も、前回に続いて、って言葉が噛んでしまいました。前回に引き続いて、後編をやっていきたいと思います。はい、前回こちらですね。アングル変えますと、はい。こちらを作りましたね。はい、これを、繋げていきます。で、どういう風に、つなげていくか、それはこちらにあります。あ、これちょっと長いかな、やっぱな。まあいいや、ちょっとやってみるか。このね、鎖を使って、イメージとしてはですね、まあこうやって鎖が縦にありますよね。はい。で、そうすると、こういう感じで、繋げたんですよ。なんですけど、うまくいくかな。この丸か何使った方がいいかしらね。できれば、こっちがいいんだよな。なんかこうやって繋がっちゃってさ、困るんだよね、こうやって繋がってると。なんで繋がっちゃうんだ？多分いっぱい入ってるから、繋がっちゃうんだと思うんだけど。4個。まあ、ちょっと繋げてみるか。ちょっとつなげてみたいと思います。あれ？これなんかちっちゃいよ。これ違うの大きさ。これこっちだよ。たまにね。これですね。はい。で、じゃあまず、わわわ。ちっちゃいからね。ちょっと待って、これ。これ入るかな？あ、入んないか。この大きさじゃ入んないか？指でやってるけど。爪でやってるけど広がらない。この大きさじゃ無理かな？ちょっとやってみましょうか。入るかどうか。無理でした。ちょっと待って、もう一回。もう一回。もう一回、こちらで。いや、やっぱ無理でした。一段階大きくしないとなんだ。この大きさじゃ入らないってことが分かりました。なんだ？やっぱダメか。ちょっとじゃあ大きいサイズで。このサイズでどうですかね？このサイズで、ちょっと待って。口が開いてるのがあるか。これが、入れば、これ、下を上にしたいから、これを、引いて、あ、飛んだ！すいません。もう足ぶっけちゃって今。ねえ、もうね、ちっちゃいのは、ダメだね。これ入るよね。いや、入るね。そしたら、一番、これで繋げていきます。はい。あと、私も下手でさ。あのね、これ、はじきルーペだわ。これはとても小さくて、私には見えない。はじきルーペでしないと、できないな。
ちょっと待って。どこで引っかかってる？ここだね。わっ！ちょっと待ってよ、もう。もうやだわ。こういうのはね、一気に、ちょっと待って、これへこんで、ちょっと気になるの。ここだよね、ここと、これを結んで、これをつなげて、外しちゃった。あのさ、私、手が震えちゃうのかな？手が震えるというか、こういう細かいものに触ってるから。あのね、うまくこうぴったり合わないと、外れちゃうんだよね。ここか？ん？ここ、ここ。ここだね、ここ。ここなんだけど、これをぴったり合わせないと、いけないのよ。うん、こうやってね。で、合わせてこれと。あ、できた。ちょっとね、なんかね、これ、ここがへこんでるのよね。だから、ちょっと、レジン液が必要かもしれない。ちょっと待って、この辺。あ、うそ。で、ちょっと待ってね。あんまり多すぎると、良くないから、こう。こんな感じでいいね。うん。ちょっとこれ硬化します。はい。じゃあね。これを繋げたでしょ？で、これあとどこに持っていくかが問題。なんだよね、これを。これを、こうやって、やっぱこの3、上から2番目かな。上から2番目繋げて、行った方が可愛いかもしれない。ということで、上から2番目になります。硬化している間に、割れてもどこ？
で、ちょっと待ってね。ちょっと待って、こうなってるから。で、ここで、ここで、こうなって、で、つなげる。おでこぶっけたった、クワンを。はい。で、イメージ的には、鎖どこだ？イメージ的には、こうなのよ。こういう風にして、行きたいんだけど、あ、これ逆だったかな。逆にすればよかったかな、もしかして。ちょっと待って。あのね、そう、入れ方によって、向きを考えないといけないんだよね、こういう時って。よいしょ。だから、これを、こうやって入れて、で、そしたら、ちょっと待って、こんな感じ？こんな感じにしたかったんでしょ？あ、わかりますかね？こういうイメージで、あ、これで繋げちゃえばいいか。これで繋げちゃうか。あれ？私？あ、服型これで、あ、向きをしっかり考えないとダメだね。向きを、こっちだし。だから、これで、こうなるとどうなる？あ、これでいいね。うん。この向きで、これを入れて、あ、あれだな、入れて、あ、かわいいね。ほんで、ここをくっつけると。押しすぎた。うん。あ、ちょっと待って、まだ落ちすぎたな、これが。うん。これでいいんでしょうね。うん。ちょうどね。ちょうど。うん。あ、いいね、かわいい。こういう感じで、やってまーす。あ、よかった、よかった。うん。いいね、いいね。で、まず、あ、なんかこのまんかん小さい。小さいもん入って大丈夫？この丸かんで、まず、ここを引っ掛けて、穴に入れ、そして、チェーンをつける。はい、それで閉じる。はい、閉じたら、丸カンに、
二つ繋がってる、これ。いや、もう。マグカン開け、ん？ここどこか開くの？あ、ここか。開けて、これが、ちょっと待って、こっちの向きで、それで、これじゃないな、これじゃない、何言ってんの。これを、つなげて、あー、ちょっと待って。あれ？これもしや開いてない？下がっちゃった？なんか、入らない。ちょっと待って。あれ？どうだったっけ？また座ってたのって。ん？ちょっと待って。ちょっとこれ、閉まっとこう。垂れてる。今開けたのどれ？あれ？まあ、いいや、ちょっと待って。これが穴開いてなかったんですよ。穴入れようとしたら、うわ。これをね、薄く膜が埋まっちゃったんでしょうね。あ、ちょっとなんかバリがあるな。うん。あ、ちょっと待って、今穴開けたやつが、あったちょっと、ごめんね、スマホ動きまーす。はいはい。で、これを3つの、3つの、ところに行って、で、これも、こう、これでいいのかな？ちょっと待って。で、塞ぐ。あんま熱すぎちゃった。あんま熱すぎるとね、ミスることが多いのよね。穴をね、うまくいかないな。ここでしょ？で、よいしょ。あれ、また向きが違う。あのね、この向きはね、難しい。向きは難しいね。こういう向きって。あれ？あ、外れちゃった？ん？どこ行った？ちょっと待って、外れたな。
外れた。また落ちた。あ、また落ちてる。ちょっと待って、ちょっと待って。今、こういう、こうだから、こうだから、こっちは、これし、これに引っ掛けて、ちょっと待って。そこへ危ない。目打ちが転がる。ちょっと待って。これがこう、頭の中で想像してんのと、実際やってみると違ったりするからね。こうでしょ？ちょっと待って、こっちを立ち入れた方がいいかな。あ、また飛んだ。あ、あった。なんかね、手がちょっとやっぱ掴みが弱くなってるかなって気がする。使わないから。そんな気がするのよ、最近。だからちょっとね、なんか、手がちょっとね、なんかね、こういうつかみが、ん？待って、これど、あ、外れた。ちょっと待って、こうでしょ？つかみ方が、つかみの力が弱ってるんだね。で、そしたら、これはこれでもういいのかな？ん？いいのか？ん？なんかよくわかんないな。いいのかな？ちょっと待って。なんかいいのかどうかよく。これで、ん？ん？いいんだろうね、これでね。うん、そしたら、ちょっとここ刺しといて、ここを開いて、ちょっと開いて、で、これを、え？ちょっと待って。こうか。こうなるわけだから、こっち側からこうすくわないと。はんね。あ、ちょっと上がちが小さすぎたかな。あなたが小さかった。よいしょ。あれ、穴開いてない？こうか？うん、これでいいのか。はい、これで塞ぎます。あ、できた！やったー！これでいいのかな？でもなんか微妙。なんか、あ、いいのか。あ、おっとっとっと。
どうですかね。ん？なんか。なんか向きがさ、ちょっと、よくわかんないな。こっち？な、こっちだよね。あの、向きによって変わるから、よくわかんないんだけど。ちょっと待って、なんかね、これとこれで向き一緒だね。やっぱこれの向きが違うんだわ。どうしたらいいの？あ、ダメだ、頭が混乱してる今。ちょっと待って。でもこれじゃダメ？こっち側に入れたから、なのか。そしたら、これを、チェーンを、こういうのが似合う。チェーンを、こっち側じゃなくて、こっち側に引っ掛けなきゃいけないってことだ。それによって変わるんだよね。ちょっと待って。あんまりね、開けたり閉めたりするとね、合わなくなってきちゃうときもあるから、なんか、ちょっと待って、なんかね、あ、あったあったあった。で、これでいいのか？ん？そうする、これでいい？え、でもそうすると、これの向きが、どうもさ、これが反対になって、だよな。なんでだろう。じゃあこれを変えればいい？でも。これでどうだ？そうするとなんかさ、これが、やっぱ丸かインコつけた方がいいのかな？うそ。じゃあこれを、こうする。で、こうする。これでどうだ？まあ。ん？雰囲気的にはいいのかな？こっちは？これもなんか逆って気がしなくもないんだよな、なんかな。丸か一個入れた方がいいかな。
これでいいのか？なんかわかんなくなってた。なんか。やっぱね、向きがね、こういうね、鎖だから、向きが変わるんだね。その時その時で。はい。こんな感じでーす。やっとできたかな。ちょっと、こっちはこれでいいんだけど、こっちこうなるんですよね。で、こっちが、うまくなってくれない。ちょっと待ってね。このままなんか向きが違う気がするんだよ。これを取って、反対に、入れたら、あ、こんな感じですかね。はい、こんな感じです。あ、よかった。できた。ああ。ちょっとなんか、完成できるか、ちょっと心配したんです、今。何回もやり直して。こんな感じです。いかがでしょうかね。ああ、やっとできた。ああ、もうこういう鎖を使ったピアスってめんどくさい。ああ、なんだ、よくなっちゃった。もう、疲れで。手の込んだが、こう取りあると、疲れが出てくるね。なんか、もうほら、あまり外に出てないから、なんていうの、ちょっとやっただけで、すぐ疲れちゃうんだよね。ダメだね。そんなんじゃさ。って思うんだけど、そんなんじゃ良くないよって思うんですけどさ。はい。ではね、これにちゃんと入れていきます。はい、よかった。どうなのか、ちょっと、ハラハラもんだったのさ。あれ？なんかまた変わった？いや。これ、あれだね、剣の向きによって、変わっちゃうんだね。この剣が良くないんだわ。ひねってある剣だから。あれ？あ、なんか、あれ？
ょっと待って。あー、ごめんなさい。スマホ動かしちゃった。スマホ動かした。あれ、開いてないの？こっち。ちょっと待って。あ、よかった、よかった、よかった。よかった、よかった。はい、このね、向きのあれでね、変わるんですね。だから入れるときもちょっと注意しないといけないかなって。もう。なんかこっちが変なんだよな。ちょっと待って。ちょっと待って、私、間違えた？なことないよね。間違えてはいない。うん、間違えてはいない。こうやって、こうやって。で、こうやって。あんまりね、このまんまこうして。はい、完成しました。いかがでしょうかね。先日先週のね、お客さんのちょっとアイデアで作らせていただきました。あ、よかった。できたー。はい、どうでしょうか、皆さん。こんな感じでできました。ちょっとね、いちいちどうなのかわかんなかった。ちょっと怖かったけど。なんとかうまくいきました。はい、今日の動画良かったよと思っている方、チャンネル登録、高評価お願いいたします。次回、何作ろう？何作ろうかな、次回。まあ、ピアスでもいいんだけどね。ピアス、まあ、ちょっと考えておきます。はい、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。いつも見てくださって本当にありがとうございます。皆様の、コメントが本当にとても励みになっております。ありがとうございます。はい、それでは次回の動画まで。またねー。